はい、JRA のせいですはい。えっと昨日のねあのー、ロドセブン、えード7んとか当たりましたはいもうえっ、ー、とねリアルタイムで見てないんでね、うん、あの抽選結果を見てあっと思ってこの見覚えある数字ばかりだったんで17以外はねそしたらえーボーナス数字が24でで あとは縦目でした、縦目の43がね、どっか行ったりとかしてて、まあ4口ね、ね、えー、1000円ごとですかね、当たってたんで、えー、まあ今日換金してですね、あの、ロート7に突き込みたいなと思います。いや、ちょっとどころかもう、夢がね、一瞬、もう現実になったかなと思ったんですけどね、非常に。 まあ狙っていった結果なんで悪くはねえな、まあ上場の手応えですよね。はい。で今回は、えー、第340回のロトセブンの予想になります。はい。2019年10月25日第340回金の雨が降るのか。はい、えー。今回はですね第340回、えー、ロトセブンですね、えー。2019年10月25日です。 えー、3、4、えー、っとの、3、4、2の日ですね。はい。なので、えー、ここら辺がマーキングされておりますと、開催会が7なので、7系列、えー、塗っておりますと。で、対案で時刻度整です。なので、2系列出るやろうなと、見ております。はい。で、えー、開催会。 7なのであ、まず前回数字こう、こちらになっておりますと。9四角成で9系列2つ出たということですよね。はい、で4系列、3系列、出てないんですよね。はい、で開催会の 6, 6系列で15出たっていう感じです。はいえー、で開催会、今回7なので、えー、これら出てますよっていうこと。 何か29とか気になりますね。えー、20も気になります。えー、っと、時刻度制で2の日なのでね。はい、で、末日が5の日,日です。今回25日。へ、えー。15日とか5日とかね。はい。末、え、日、ー、5の時にこれら出てます。ってことで、30気になりますねと、えー。33、36あたり18も出てますよ。あ、11出てますね。やっぱ2系列なん でね怖いなと思ってますで日が2の日なので今日うは、えー、18、19、はい、17、28、30、37、やっぱ11気になりますねっていうところなんですよね。はい1も非常に気になっております。はい、えー、対案、対案なので、えー、対案何に出てるかあ13出てますね14出てますねと。 えー、28 29,。29。30はここらは要注意かな。やっぱり29気になりますねと。とあで10番気になってきました。で、先ほどの1番もね。えー、ここでも出てるんで1番もすごい気になってるな。あっていう。感じです。さ、はい。でえ大、ー、安です。で時、時刻度制です。はい、えー30で出てますねと。 26気になってきました。ああ、やっぱり11出てんなと。20もやっぱり出てんな。やっぱり今日時刻とせいで、えー、2の日でもあるんで、そういったところ、出てくるんじゃないかなと。はい、で、台湾アンド自の時に、えー、2019年8月23日と6月21日ありました。でこれ、ね、開催会が えー、7系列なんですすよよこれも7系列なんですよで今回も7系列なんですね。なのでここら辺からは絶対数字は出るやろうなと。で複数出てたのが20なんですね。で11問。やっぱり2系列出るやろと。で複数出てんですよねこれ2029のそうですね。 でこっちは11と20ですかねあの複数で転増っていうところあ112920かここはトリプルですねなので地獄で複数出るやろうなっていうフォーメーションを作った方がいいなと私は思いましたでこの時は開催会で7系列出ましたで今回も7系列出るやろうなと私は見てます前々回は出なかったけどねで年月日のえいずれかもやっぱり来てるんでね このピンク色マークしたとこ、えー、やっぱり出るやろうなと。前回は全くそれをね、避けるかのように出た数字なんですけどね、あのー、大阪抽選から東京抽選に戻ってですよね。はい。で、私どうするかなと。えー、フォーメーションをね、いろいろ考えました。えー、まずね、 ダブルで出るやろと。あのー、先ほどのやつもあったようにね、複数ダブルで絶対出るやろと。なので、2系列ダブルで。で、これは多分いらないかなと思ったんですけど、一応保険です。11、20っていう。で、7系列いずれか0、7から16は出るやろと。で、7がね、10月、ロトセブンでは過去のね、10月では、 出てるっちゅうことでい狙いたいなと思ってましたけど16も非常に気になってるっちゅうことなんですね私ははい大阪中戦では出たんですけどはいえー、その前1718の前1516ですよねえー 東京中になって、えー、まだ出てないんですけど出るとしたら今回かななんて思ってもいるんで、えー 7, まあ、7系列7か16じゃないかなと見てるんでね、えー、こうした感じになってますでこの3系列はあのー、タイアンド地獄で絶対出てるんで、えー、今回絞って。 見ようと思って三十を今回は選びました。えー、そうですね三十ですね。えー、と大阪中線前九、えー、月は三十出てたんでね。まあ十月になってまだ三十、えー、出てないんですけどで四系列はあの十、ー、月入って出てないんですよね。 えー、出てないよね、えー、43出てないんですよ全く出てないんで大阪抽選に石を挟みましたけど全く出てないんでで今回10月の月が4でありながら10月最後のねあのロート7の抽選になるんで来週は11月になっちゃうんでねあの必ず4系列出るやろうということで4系列から22と31に絞りました。はい 22と31をお選びましてはいえー、でフォーメーションここね悩んだんです10番先ほどもいっぱい出てたように、えー、10番も考えたんですけど今後28に入れてみたいなと思いましたで軸はねだからえー、17もお気になってるんで えー、17、30、28っていうのを軸にしてですねこの07か16どれか出るやろとで4系列で22か31でこのダブルの2へ流そうかなと最初は8も、ね、軸に考えたんですよね八村塁でダブルダブルを決めたんで NBA で、まあ、これが2のダブルで、えー、いこうかなと思っております。 えーと、ね、点数多くなっちゃいますけど私もうここまででしか絞れなかったんであの、昨日の、えー、軍資金換金してですね、買いたいなと思ってますあの17も大安の時にも出てるんであの8系列でえー、と、8白土星なんでねこ今年はねあのー、入れてみました。その 相性がいいようなのでこの対安時刻は八泊度星とも相性いいみたいなので8がつくものもしくは8の同系列の17とか26とかでまあ26はもう出てたんでここであで18も出てったんであだったら17か35か 17か35か8やろうなと8をちょっと嫌っちゃったんで17にしましたはいなので軸これで、まあ、これでいっても6点の6点の6点の六点二24点ですからねまあ昨日のうの換金して えー、あとポイントとか使ってスマモバイルのポイントとか使って出あとお金足して買いますよこれでこれでいきます。